今年4月、羽生はライバルに負ける。すると何やらライバルがささやく。そこで試合後の会話を切り取る。なんかちょっと指摘されてるみたいなね。確かに。こちらは羽生結弦とザキヤマ2の大沢コーチ。大沢先輩、山崎さん。いや、ザキヤマ、大沢2が私ですから。その横にいるのが同じ大沢門下生のフェルナンデス。すごい仲いいですよね。ライバルでもあるフェルナンデスと羽生は普段から仲良し。試合後には互いを称える姿が多く見られる。去年のグランプリファイナル、史上最高得点を出す演技を見せた羽生に対し、決まるね、なんか参ったのポーズ。その4ヶ月後、世界選手権でフェルナンデスがリベンジを果たすと、参りましたのお返し。その後足をバタつかせ悔しがる羽生。すると、僕は君の演技が好きだよ、君心配ないよ、僕にとって君はいつも勝者だよ。試合後の会話には、常に首位争いを続けるライバル同士の信頼関係が隠されていた。おぎやはぎみたい、おぎやはぎ。